顔見て。何何何何だ。頑張ってる皆さんにお昼ご飯を用意しました。ついてた。ではお昼ご飯をかけてこちらにチャレンジしていただきましょう。昼食ゲスト一発勝負チャレンジ。お題のチャレンジを一発勝負で順番にチャレンジ、うん、成功したらポイントゲット、はい、失敗したらポイントなし、成功できたポイント数でお昼ご飯のメニューが決定、チャンスは3回、昼食のメニューはメニュー見ようよ、ゼロポイント、お水、ご飯じゃないよ、12ポイント、うん、ゆで卵、あ3ポイント、お弁当、1つ目のチャレンジは、はい、ホッチキス一発止め、おー、20枚の紙を一発でホッチキスで止めてもらいます。20枚って20枚ってそんなに結構、意外とじゃない、結構いけそう、意外と厚さはこんな感じなので、でも意外と難しいんだよね、だいぶ力なんじゃない、垂直にズカンっていけるかってことです、垂直にズカン、頑張って、頑張る。それでは一発勝負チャレンジです。どうぞ。せーの。あ、痛くない？痛くない？いい音してるよ。痛い。これはまあお水回避。お水回避。はい、行きまーす。頑張れ。あ、ちょっと待って、つるつる。せーの。いや、あ、痛いでしょ。最初だから、やばい、全員クリアいけそうじゃない、これは、はい、これは全員クリアいけそうだよ、待って、もうね、手がかじかんでるんだ、寒いんだよ、ね、頑張れ知らなかった。失敗。連日失敗。なんか違う形でなんかなっちゃってるね。大丈夫だよね、次のシーン。せーの。お、これ言ったでしょ。微妙な音しないの？同じ音したよ。あ、言ったじゃない？じゃーん。カカンできました。これです。まあ、私は数々の髪を止めてきたので、せーの、躊躇ないじゃん、すごい、かっこいいよ、せーの、いけた。さあ見てみましょう。超ドヤ顔や。じゃあこの辺に、はい、いくよ、せーの、ちょっと待って、そう、なんか長いこと押さえてたらいける説あ、ダメね、ダメね、後ろ、やばい、待って、次、どうぞ、ダイナミックだな、待って、あれ、でも取れないということは、ちょっと待って絶対失敗じゃん、これそうですね、こちらです、ということで失敗しちゃったよって人すごいね、ここが固まってて
かったね。リコーダー一発鳴らしです。リコーダーで低いドの音を一発で鳴らしてもらいます。難しいやん。あれで、ね、全部穴塞ぐやつだよね。なんかボーってなるやつ。ちょっと待ってくださいね。準備時間準備時間準備時間一番わかる。いきます。おー合ってる。すごい思ったより高い。ゆで卵が
がかかっております。どうぞ。よかった、食べられるよ。身近にも残って続いてこちらも、お水かゆで卵かかかっております。じゃあいきます。はい、手を合わせてください。はい、合わせました。いただきます。いただきます。おいしそう。早っ。早いね。いただきます。え、むきやすくないこれ。むきやすい。めっちゃ綺麗にむける。竹の子うまい。え、おいしい。あ、じゃあ一緒にやる。はい、せーの。見た。めっちゃ痛いよ。なんか面白いこと知ってるわ。見て。ビビです。鳥さん一貫なのこっち。3種類あります。こっちほんの鳥から生まれたものだけ。めっちゃ美味しそうだね。そうだよ、美味しそうだろ。ゆで卵美味しい。交代してあげてもいいよ。いいよ、交代してあげようか。もう食べちゃった。こっちは鳥さんの卵。それじゃあこの2枚を横にしてつなげていきます。はい、このパーツをねここに合わせてこういう風にして、ここにまず1回穴を開けます。これが見本の穴です。でこれを1回開けておくとずれない。あんま端だと割れちゃうから、これくらい、ここら辺、はい、いきます。あ、マジで？はい、大丈夫です。この辺、うん、あ、いきます。おい、すごい。この辺、はい。全部確認して、ここの穴に入れて持ちながらこの穴に入れます。すごいで、入れてそしたらまっすぐ立てて、こう何回か回数こうゆっくりこういう感じで、ちょっとちょっとちょっとみたいな感じで、そうです、そうです。そうで、ちょっとだけ中に埋まれば OK です。はい、はい、ちょっとやってみてください。 ありがとうございます。はい、熱いのか、熱いのか、意外とそう、熱いんだ、痛いと思った。そういうことね。あー、痛い痛い。こういうの大好きだったな。なんかすごい。はい、じゃあ今度はこの棚が角がね結構当たると痛いんですよ。なのであちらのペーパーやすりで丸めてください。はい、はい。え、どこまでさ、どれぐらい丸くするか合わせないと。そうだよね。結構やっちゃったかも。あ、じゃあリカちゃんに。あ、でもそんなな、角取るぐらいでいい。全体的になんか軽く触っても痛くないぐらいに、はい、なんかこういうところとかも結構ぶつかると危ないので削っておくといいです。あ、いいよ、座ったらできない。やばい、何回早いの。めっちゃツルツル。やばい、やばい、やばい。楽しみ、早く行きたい。今これを飾り付けしてます。愛を込めてキュン。なんか水の2人いる。いつもこんな感じ。もう慣れすぎても、いつもこんな感じやから。はい、かわいいですか。3本。どう、かわいいですか。もはやこの切り方がもう普段そういうのやってる人のやり方です。そんなことないよ。なんでよ、重なったら気持ち悪いじゃん。絶対さ、こうやっちゃうよね。やっちゃう。なんでよ、重なったら。今だってこの切り方見て、なるほどって思ったもん。なんで、そういうことねって思った。普段やってる人のあれですよ。そしたら綺麗じゃない。綺麗じゃないの。なーに、困ってない。した、大丈夫か。大丈夫か。
ネギタがついてるよ。割とあのいつも割といつもこのテンションです。おう、じゃあお願いします。お願いします。あのカラフルなやつと交差になるようにもう一本あるじゃない、それをにビヨーンズっていう文字を書いてほしくて、ちょっと木目感を生かして、あの背景は何も塗らずに文字だけにしたいんだけど、ただのビヨーンズ、黒かな。英語で普通にビヨーンズビヨーンズビヨーンズってこと。一人ずつ書いてる。そうだね。じゃあ一人ずつ交代交代。まあ、匂いがない。うわ、味出た。すっごって言うんだけど、何すごっ。全然迷いがない。びっくりするぐらい早かったんだけど。普段迷ってちゃいけないんだよ。あんだあんだあ、この